今回のマッチアップはイレリア VS ポッピー。イレリアは相手の妨害をかいくぐりスタックを貯められるか、ポッピーは敵をうまく壁に当てられるか、お互いに巧妙な技の当て合いになりそうだ。はい、こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか、検証をしていきます。今回はイレリア対ポッピー。レーンはドップです。OPGG のデータでは、ポッピーの勝率が 54.3%、レーンキルレートは 58.4% になっています。ルーンは、ポッピーは悪役、イレリアは征服者です。勝敗は CS 差が30つくか、2キル差がつくかにします。11レベルまで何事もなければ引き分けです。このマッチアップはどうですかね？ポッピーの勝率死ぬほど高いですけど。いや、このキャラ無事よ。マッチアップ上ではそうかもしれないけど、練習いるんじゃね？結構。確かにね。まあ、ポッピー OTP がいるぐらいだからね、トップに。うん、ちょっととりあえず出しとか勝てるとかそういうわけではなさそうだけど。確かにね。今までのさ、傾向だと、こう、ガレンとりあえず手から出しとけみたいな感じの動画多かったけど、まあ、ポッピーはそうじゃないかもね。そうね。ある程度使い込まないと結局勝てないかもしれない。じゃあ行きましょう。行くぞ。ミスったおとなしく下がりましょう。9ミスったら、まあ、イレリアは9でまあスタック貯めるんだけど、ポッピーの E と W がこれ9を消せるんだよね、うん、それで9再始動できなくなっちゃうから、イレリアの9もさ、あれ対象して負荷じゃないからさ、全然飛んでる最中 E で叩き落とせるからね。P レベル2なんで、レベル2になったら、壁際に近づかない感じ。死んだ。危ね。よいしょ。わあ、キャノンミリオンが。きついな。素早く正確に叩く。あ、外した。一発目どこに出たかよく分かんなかった今で。ポッピーの E 一応ダブルで消せる。イレリアは飛ばなくなる。あ、飛んだわ。全然死んだ。え、あれ飛ばなくなかったっけ？ポッピー強いんだよな。壁ドン食らったら負けやね。そうだね。壁ドンのね、なんか増加威力っていうか、9-2発目まで当たるし、もうダメなんだよね。ダメージトレード成り立たない。多分追加ダメージがもう単純にダメージ2倍だもんな。これ痛い。壁ドンが痛い。ダブル当たると死ぬ。ダブル当たると死ぬ。9の2発目は歩いて避ける。だね、ポッピーは。壁ドンがとにかくね、大変なのよ、避けるの。ここ当たると死ぬ。私にしかできないから。だからやるの。やっあ、ミスった。それやってない。あんな感じで、壁ドンされなかったら勝てるね。壁ドンと E が当たんなきゃ、あ、ダブルが当たんなきゃ勝てる。壁ドンと、E とダブルをどうすかすか。ここはプレッシャーかけれるんで、バックを維持しながらプレッシャーを。オッケー。オッケー。いや、無理なんだよな。全然ダブルが噛み合わねえんだ、とりあえず。ダブルと E さえつかせばイレリア勝てます。よっしゃ。もう1キルしてさっさと試合を畳んでやるか。連キルレートは 58%、 なんぼのもんじゃん。そうね。あとはポッピーのシールドある時に戦うと、まあシールドあるあるだと思うんだけど、1ミリも減らずにこっちだけ減るんで。あれ、なんかこっち来た。あちゃ無理全然ダブル当たらんほんまに当たるんかい。だって見てからダブルはさすがにしんどいぞって見てからダブルするんじゃない？見てからダブルするんだろうけどね、普通はできねえと思うんだ見てからダブルすると思うよ。相当慣れてないとしんどいぞ。あれやらかした。いいじゃん。あれ、タワー下で遊んでるやつがいる。いけいけ、タワー殺せ。ああ、死亡したミニオンで回復を図った方が良かったか、今のは。どっちが優先だっただろうか。親ミニオンをあらかじめ削っておくと。えやば。俺は無理だな。さすがにポッピー叩き落とせんな、あの体力。当たんね。あれ、なんか嬉しいことをしてくれた。あちゃあちゃ、よいしょ。マジかー。イレリア硬いやつ落とせんしな。柔らかいやつを蹂躙してく専門キャラみたいなもんだし。まあ遠距離ジャンプをチュンチュンで近づいていって殺すイメージはあるけど。そう。強欲の賞金首ばかりも弱くなったじゃん。ああ。あ。勝てないよ、壁ドンが。壁ドンさえ当たんなきゃダメージがね、ダメージレスで勝てます。お、シエスターついた。お、シエスターで GG ですね。いや、意外とギリギリだったな。なんかレベル上がっちゃえばイレリアが楽に勝てるのかなと思ってたけど、壁ドンがあるかないかだな、マジで。壁ドンを当てるのはね、結構練習いるよ、これやっぱ。とりあえず出してきゃいいってわけじゃなさそうね、やっぱり。なんつうか対象指定だもんで余計にやりにくいんだよな、壁ドンが。方向指定だったらもうちょいやりやすくなるかもしれんけどさ。イレリア9回り込むから、そこ考えた方がいいかも。反対側行っちゃうから。うわ、行って。おかしい、ブランブルベスト。仕事してよ。やっぱ壁ドンがないとダメージ足んないね。壁ドンで9の2発目まで当たんないとダメージが足んないよね。おお、はい、 GG。 今回の勝者はイレリアでした。このマッチアップは結構難しいね、こんだけ勝率差があるけど。まあそうね、そうよね。 P 側がね、イレリアのあれを見てから落とせるぐらいの熟練度があったらね、楽勝かもしんないけど、慣れないうちは無理だと思った方がいいと思う。はい、これからもマッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてください。リクエストがあったら、コメントお願いします。ではでは。